オミクロン株の感染力は強力です。日本でも感染拡大が続く中、最も効果的な予防方法はワクチンの3回目接種です。ワクチンを2回打っても時間の経過に伴い重症化防止効果は残るものの、感染リスクに対するワクチンの効果は低下してしまいます。ただ3回目の接種をすれば、一旦低下したワクチンの効果を取り戻し、感染を防ぐことができます。私自身1、2回目はファイザー社のワクチンを打ちましたが、3回目はモデルナ社のワクチンを打つ予定です。いわゆる交互接種です。交互接種の有効性については、十分な抗体価の上昇が報告されています。副反応についても、モデルナ社のワクチンの3回目接種は2回目接種後と比べて発熱などの症状は少ないと報告されています。交互接種の安全性効果については、英国の研究でも確認されています。モデルナ社のワクチンであれば、長時間待たずに打てるところも多くあると思います。国民の皆様におかれましては、接種券が届きましたら、ご自身のため、ご家族のため、ワクチンの種類よりもスピードを優先して3回目接種を受けていただきますようお願いいたします。